皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2021年3月1日に行われた第70期王将戦7番勝負第5局、渡辺明王将と永瀬拓矢王座の1局をお送りするぜ。さて、第4局で永瀬王座が1勝を返し、渡辺王将の3勝1敗で迎えた第5局。相変わらずあと1つ渡辺王将が勝てば防衛成功という状況。永瀬王座が奪還するには4連勝が必須条件だな。渡辺王将はあと1つでいいんだけど、それが油断できないのは百も承知。過去に竜王戦で3連敗の後に4連勝を経験しているからね。自分ができたこと可能ではないことがよくわかっているわ。逆に永瀬王座はここで勝てば次戦は先手番、今回勝って次戦も勝てばなんと言い分だ。そう考えると現実味がありそうね。ならばここは是が非でも勝って決めたいところ。そして渡辺王将が先手番、ここは攻撃的にペースを握っていきたいわ。そう、このレベルになってくるとどちらが攻めるか、攻め続けられるかが鍵になる。仕掛けのタイミングが重要よね。最近見られがちな超前傾姿勢で行くのか、あるいはじっくり構えてジャブを打ち合うのか、注目しながら見ていきたいわね。さ、それでは少し早いけど対局に移ろう。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、渡辺王将、マリサが後手、永瀬王座だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。さあ、早めに決めてしまいたい第5局。2五歩。ここでどんな戦型を取るかも大切ね。8五歩。自信のある研究で来ることは間違いないな。7六歩。さあ、ここからどう来るかに注目よ。3二金。7七角。3四歩。6八銀。先手は角代わりを要求しているな。7七角なる。よし、乗った。同銀。あとは攻めの形を決めることになるわね。2二銀。それではしばらく駒組みを進めよう。1六歩。最近は逆の端歩を突き返すことが多いな。9四歩。攻撃的意思表示、とされているわね。9六歩。5筋に自力を置くのも増えた印象だ。1四歩。2段目または居玉よね。4八銀。昔では考えられないよね。3三銀。本当に思想は移ろうものだな。4六歩。さて、親の顔より見た形になるかもな。6二銀。おっと、果たしてそうなるかな。3七桂。むむ、やや前がかりに桂馬を跳ねてきたか。7四歩。速度勝負になるかもしれない。4六歩。早く離銀で棋戦を制したいな。7三銀。ならばもっと早く、戦闘開始の奇襲だよ。4五桂。なんと、予想外のスピードで仕掛けてきたな。4四銀。これは大乱戦になりそうだ。もはや止まれぬ。2四歩。囲いを放棄、一気にかき乱そう。同歩。受け切っての反発を狙うぜ。同飛車。ここからはどちらの研究が深いかの勝負ね。2二歩。望むところだ。3七銀。こちらとしての攻め手を確保する。6四銀。お互い飛車先を強く押す方針ね。7八金。攻めながら隙を見て陣形を整える。7五歩。同歩。8六歩。銀が重く攻め込むボディブローだ。同歩。7五銀。左辺を無視、バランスを取りつつ戦おう。4八金。ここを小口として足がかりにする。7六歩。後ろに引いてのラリクラリとかわそう。8八銀。歩を補充して手を作っていくぜ。8六飛車。ここで王様を上げてバランス調整。5八玉。5二玉。お互いサイドから真ん中の王様を狙う形ね。1五歩。盤面左右で覇権が分かれた感じだな。2三歩。2六飛車。3五歩。ここで飛車の移動先を問う。
87歩。横への機動力が確保しやすい中段へ。84飛車。どうやら空中戦の様相を呈しそうだ。14歩。着々と右辺の制圧を目指す。17歩。東京では裏にスペースがあって展開だ。68玉。格の打ち込みに備えてバランス調整。33桂。おや、ここで封じるものだと思ったけど、同桂なる。ここは予想しやすい局面にしてしまおう。ということでここで初日が終了。封じ手だ。大方の予想は同銀ね。形を崩さず受ける手だからな。渡辺王将はそこから先の手が課題になりそう。盤面右に大きくスペースが空き、手が作られやすいのが心配。永瀬王座は当然その隙を狙っていきたい。そして朝9時読み上げられた封じ手は同銀。やはりシンプルに来たわね。飛車を利かせる意味もあるな。4五歩。後手玉小瓶にきっかけを作ろう。18歩成。強者を浮かせて隙を作るぜ。東京。歩を補充しつつ先手の連結を壊すぜ。36歩。角の打ち込みを許すことになるけれど、同飛車。ここは致し方なし。27角。よし、狙い通り攻勢を仕掛けよう。35飛車。まだここでは終わらせないぜ。36歩。さらに叩いて右辺制圧だ。46銀。18角成。このままだと厳しいわね。44歩。小瓶をこじ開けて突破を図るわ。28馬。金取りを見せつつ歩の成り込みをアシストだ。43歩成。玉で取るのは無防備すぎるな。同金。4筋に歩を打てるようになったので。47歩。自陣を手入れで我慢するわよ。37歩成。と金を餌に飛車の頭に強者をぶち込んでやる。同銀。進むな。馬を譲っても34強。3筋制圧で強撃にできるのが大きい。75飛車。こうなったら攻め合いに活路を探しに行こう。37強成。王様に寄せて最終防衛ラインにするよ。58金。本当我慢の守備ね。55桂。もし同飛車と取れば48成強が飛車金取りになるな。なのでこれは取れないわね。35桂。ならば逆転を期して反撃に出る。42金。狭いスペースに後手玉をねじ込もう。43銀。62玉。金をしんがりに退路を作ろう。59金。王様のために死んでくれ。47成香。一つずつ着実に寄せていこう。48歩。ここで足止めのバリケードを展開。46馬。馬のラインに先手玉を捉える。47歩。同桂なる。57に効かせる信号の角打ちよ。66角。密集地帯を一気に抜けて。14飛車。飛車でとどめを刺しに行くぜ。ぬ。48歩。さあ、いよいよクライマックスだ。18飛車なる。竜のラインをずらして粘ろう。19歩。なりふり構っていられぬわ。28竜。29歩。38竜。39歩。同竜。47歩。同馬。バリケードを補修、時間を稼ぐ。49歩。後手玉も狭いのでチャンスはある。48銀。早逃げでなんとか粘る。79玉。59銀ならず。97銀。49竜。88玉。69馬。なんとか王様を逃がす道を作りたい。76飛車。だがそれも埋めてしまえばいいのさ。85銀。さあ、関連するんだ。ぬ。ここから上部へも逃げられず、粘るにしても袋小路。かといって後手玉に迫ったとしても桂までの単発で終わってしまうわね。もはやここまでかな。負けましたー。ありがとうございました。なん
なんてこと、速攻策を打ち破られ、ほぼ一方的な展開にされてしまったわね。急戦の悪い面が出てしまった、という印象だな。九州が成功すればいいんだが、弾かれた時にとにかく脆い、囲いを作りながらバランスを取り、後手の体勢が整う前に攻め倒す。この構想は良かったが、カウンター炸裂、というところだな。一体どの辺から悪くなったんだろう。正直、封じ手の段階ではすでに後手がやりやすかったように思う。お互いの王様の、戦場までの距離、スペースの埋め方、飛車の自由度、このあたりで後手が上回った印象だ。しかも先手の左辺は、金駒が壁になってしまっているわね。これは確かにやりにくそう。あとはこのリードを、じわじわと広げていった、着実な勝利だったぜ。これは強い将棋だわ。なお、この結果を受け、第70期王将戦7番勝負は、渡辺王将の3勝2敗、次戦は3月13日から14日にかけ、島根県大田市の三瓶荘で行われるぜ。そして次戦は永瀬王座の先手番、これはいよいよもってわからなくなってきたな。開幕3連勝って聞こえはいいけど、すごくやりづらいものがあるのね。相手は死に物狂いで来ること、そして一つ落とすと今回のように、連敗すると3連敗の危険性がある、というプレッシャーが生じる。なかなか難しいわね。だからこそ、お互い次戦は大切にしたいよな。そうね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それでは次回も、ゆっくりしていってね。